なんかすごいこうプリンシプルがあって、なんかこうみんなでなんかこうやろうみたいな感じではなくて、なんかただ〇みたいなムーブメントだから昔の自分が今いたらあんま応援してないと思う。だあの時代だったらだったからちょっとかっこよかったのは、こんにちは、伊藤丈一です。今日は僕のサイバーパンク時代の話をします。サイバーパンクっていうのは70年代ってパンクロックが結構あって、でその前のサイエンスフィクションっていうのは結構あのなんか美しい、あのスターウォーズみたいなサイエンスフィクションが結構あって、でサイバーパンクっていうのはそのサイエンスフィクションのもっとこうなんかパンクな、あのこう汚いなんかダーティーな、なんかドラッグのジャンキーがいたりヤクザが出てきたりっていうので、多分代表的な作品でいうとブレードランナーとか、本で言うとネロマンサーとか、あとはちょっと後半なんだけどもう攻殻機動隊とかアキラとかっていうのはすごくサイバーパンクで、で、まあ、ヒッピームーブメントとそのレイブとかアシッドハウスとか音楽の方はちょっとあのパンクとハウスが重なるようなところの、まあ、サンフランシスコでモンド2000っていう雑誌があって、それの、まあ、メインのコンテンツがあのサイバーパンクで、ただサイバーパンクって重要なのはまだ CD ロムがちょうど出たばっかりぐらいで、だから僕が高校3年卒業した時には84年なんでね、で84年にネロマンサーも出るし、84年にフィリップスとソニーが CD ロム出して、でそこからこうマルチメディア時代っていうのがあって、で日本でそのいろんな CD ロムのゲームとか、その頃も結構その NTT もこうマルチメディア時代だって言って CD ロムゲームもいろんな日本のゲームキックとかも出てきて、レーザーディスクとかそういう時代なんだけども、その時代ってまだインターネットもちゃんと動いてないし、結構こうなんちゃってテックなんだよね。だからゲームはちゃんと動くけども、それ以外のものってすごくこうまだサイエンスフィクションだった時代なので、本当はまだ動かない時代の、まあ、ムードで、でそれがなんだろう、そのブレードランナーじゃないけれども、こうちょっとロボットとかバーチャルリアリティとか、だからバーチャルリアリティっていうのも今なんか流行ってるような感じがするんだけど、バーチャルリアリティもまあ80年代になんかこうイメージができて、で僕の、いた MIT の、メディアラブの前 の, アーキテクチャマシングループっていうのが、僕の妹の旦那があの NASA でバーチャルリアリティやるんだけども、ちょうどそのインフルエンスと、あと僕のガッドファーザーだったティモシー・リアリーのこのヒッピームーブメントと、それとこうゲームとマルチメディアとなんかレイブ文化がガチャンってなってできるんだよね。ただちょっとでもダサいのね。だからサイバーパンクっていうのはゲーマーが多いので、なんかこう家の親の家の地下でこうゲームをやりながら、彼女もいなくてちょっとこうなんかお風呂に入ってないお兄ちゃんみたいなのがなんかバーチャルリアリティして、こうだから Ready Player 2とかもそこの走りから出てきてるので、だからそういうこう感じで本格的にこう突入したのは多分90年とか90年ぐらいかな。ティモシー・リアリにアメリカのそのモンドーの家に連れて行かれたら、もう本当にライブな感じ、今でもちょっとあるけどスマートドラッグって言って、こう飲むと頭が良くなるようなのを一生懸命みんなやってたり、あとは洋服もそうだし、いやでも僕もゲームを好きだったし、音楽もずっとインダストリアルミュージックをかけてたし、結構自然なこう自分の仲間だなみたいなので、僕もシカゴにいて、シカゴでジョー・スパークスっていうマルチメディアアーティストがいてゲーム作ったんだけど、彼もそのちょっとシカゴっぽいノリとマルチメディアと CG を作ってたりしてるので、だから結構すんなり入れた感じ。ティムはヒッピー時代はトゥーナン・トゥーナン・ドロップアウトで、ドロップアウトするのがヒッピーだったんだけども、僕とティムが日本人はトゥーナン・トゥーナン・テイクオーバーっていうので、日本の若者はこれからテイクオーバーするんじゃないのかなって言って、こう新しい人種だっていう、まあ新人類はもうちょっと前の話なんだけども、新しい人類だっていうので一緒に本を書こうとしたの。でまあ2人ともこんな感じなので、なかなか本は終わらなかったんだけども、ティムはだから日本人の若者は結構テクノサビーで、で結構楽しいし、で今までの日本人とすごいコントラストだったので、そういう意味ではなんか尖ってるなっていう感じだったんじゃないかな。あとなんかもうちょっとアメリカのその頃のサイバーパンクムーブメント、もうちょっとメッシーなんだよね。
もうちょっとなんだろう、いろんな意味でウィアードだったのかな、日本よりは。日本でいうとだから竹村光弘先生が、まあ、僕より先にそういうこうあのアングラ系をやってたので、だからモンド2000に関わってた日本人は僕と竹村先生だった。でいろんなサンフランシスコのムーブメント の音楽とかアーティストを東京に連れてきたの、2人とも。で竹村先生ってこう大学の先生であんまりこう自分の身の回りちゃんとできてなくて、なんかその時代ファックスがロールで出てきてたんだけど、もうロール1本分ぐちゃってなってて、で彼ビリビリビリってポイって捨ててたのね。で竹村先生秘書いないんですか、いやいないんですみたいな感じで、じゃあうちがテックケアしてあげるからあの事務所一緒にしようっていうので、で竹村先生がうちの事務所にデスク移して、でちょうどその時にインターネットの専用線をうちがあの日本の最初のインターネットサービスプロバイド PSI ネットを立ち上げて、でそれをうちのお風呂場の中で作って、で竹村先生がそこにデスク作って、初めて僕と竹村先生があの商用インターネットの常時接続1ニッパーの回線なんだけどもできて、で彼とずっとネットサーフィングをし、もうまだ誰もそんな高くてできなかった時代にやってて、それでそのインターネットの7日間っていう本を彼と一緒に出して、僕はまだ全然無名だったので、竹村先生は結構雑誌とかいろんなところで活躍してたので、あの彼がそのなんだろう、あの日本のそういうところに僕を引っ張り込むっていうのが僕の頭の中のこのサイバーパンク時代で、デジタルガレージ的にはデジタルガレージはその頃パイオニアの LD ロームっていうのがあったの、ね、でこれレーザーディスクの CD ロームみたいなもの でそれの作品をいろいろ作ってたので、僕はサンフランシスコでコンピュータグラフィックスとかやってたんだけども、その時にあの林さんがその LD ロームの制作を NHK とやってて、でサンフランに来て、でそれで会って、でその LD ロームのプロジェクトとかマルティメディアのプロジェクトで林さんと一緒になるんだけども、これもこのサイバーパンク系マルチメディア時代に最初にあって、でそこからインターネットが始まるっていうのがあの僕とサイバーパンクの関係性と、まあ、サイバーパンクのサイバーパンクっていうのはなんかそのちょっと紫とあの字がカタカタってなってる、そういうちょっとなんだろう、ちょっと今見ると古いそうな、だからなんか 70s とWeb3 の間ぐらいのルックがサイバーパンクで、ただサイバーパンクと Web3 ってちょっとルック近いんだね、色とかがね、なんかちょっと紫とダークな感じ。あの日本のダークのところって、まあ、ヤクザの昔の映画とかもあるんだけども、なんかこうちょっとそのなんだろうね、まあ、あと外から見るとロマンチックに見えたのもあるのかもしれないけども、ここアーバン、やっぱりあの都心で、やっぱりこうあとはそのなんだろう、香港のこうなんかこうまあ、ブレイドランナーだよね、あのガチャガチャした秋葉原とかあの香港のああいうこうなんかちょっとスラム街みたいなところのイメージがみんななんかちょっとかっこいいなっていうのがあって、でだから日本人はそこ多分見えないよね。日本人はあんまりサイバーパンクってそんなには意識してなかったんだけども、アメリカにいる人たちは日本見てあれがサイバーパンクだよねと。で例えばウィリアム・ギブソンって日本に行ったこともないのに、あのニューロマンスの最初はなんかあの The sky in Chiba look like a television switched to a dead channel ってすごく有名なオープニングがあるんだけども、でもそれはウィリアム・ギブソンもあの自分の日本語の先生がいたのかな、で彼女が千葉から来てるっていうの で日本人なんかガード下みたいなイメージになっちゃって、ちょっとドメスティックなムードになるけど、向こうから見るともうちょっとそれがロマンチックだったんじゃないかな。そうだね、で多分出てすぐ読んでると思う。でニューロマンサーで多分あの確かサイバースペースとかをちゃんとこう想像できてる最初の本がニューロマンサーじゃないかな。でその次に多分重要だったのがスノークラッシュ、うん、いやすごい良かったし、そのいつで結構ティモシー・リアリーとあのウィリアム・ギブソンが友達だったので、結構すぐウィリアム・ギブソンとも会えて、でウィリアム・ギブソンとも仲良かったし、ティムがウィリアム・ギブソンと一緒にニューロマンサーのゲームを作ろうとしてて、でそのお手伝いとかもあのしてたし、でその頃ちょうどデジタルガレージもこうマルチメディアやってたので、そういうあのティモシー・リアリーのサイトとウェブサイトとかあの、まあ、CD ロームウェブサイトに変えちゃうんだけどね。であのジョン・ C ・リリーも彼もその時代のグルーなんだけど、そのウェブサイトもデジタルガレージが作ったりだから、ちょうどあのそのあたりであの林さんもなんかこういろいろこう音楽レーベルをやろうとしてたんで、彼はサイバーパンクじゃないけどもそこのメディアをやろうとしてるあのタイプだったので、そこでいろいろプロジェクトをやった、うん、だからあの時代は僕も結構その
上の偉い人たちに圧迫されてる日本人の若者の気分があって、でやっぱりサイバーパンクってパンクの延長だから、やっぱりこうテイクスロー、オーバースローをしようとしてる、こうレボリューションの動きがあるの で僕もちょうどその頃はだから10代20代なので、なんかこんな感じでアクティビストになろうみたいな感じで、であとはコミュニティにすごく興味があったんで、オンラインコミュニティも興味あったし、でそのサイバーパンクだからっていうわけじゃないけど、一応すごいコミュニティだったので、ちょっと難しいのが、なんかこう環境問題とか、なんかこうなんちゃらムーブメントみたいに、なんかすごいこうプリンシプルがあって、なんかこうみんなでなんかこうやろうみたいな感じではなくて、なんかただみたいなムーブメントだからパンクってそうじゃない、パンクって全然なんかこう理想もあんまりなくて、ただ単にこうなんかただのもうアンティエブリティングみたいな感じで、そこが結構混ざってるのね。でそれがやっぱりこうなんかこう学校も嫌いだし何も嫌いだっていう人がの子供たちがなんかお酒飲みながらワイワイ やる時代で、もう本当にこうもう週末は金曜日の夜出かけてから月曜日の朝とかまで家に帰んないとか、朝起きると自分のアパートに何十人寝転がってたり、なんかそういうこうなんていうの、そのティーネイジャーの一番こう暴れる時代だったので、そういうのが思い出なのね。でそのサイバーパンクっていうのが、まあ、10年ぐらいバーッと盛り上がるんだけども、そっからやっぱりインターネットができちゃうんだよね。そうするとそのモンド2000の時代からワイヤードの時代になって、でワイヤードの時代は結構みんなお金が儲かり出すし、アップルとかだからシリコングラフィックスとかこうグラフィックス系のコンピューターっていうのはどっちかっていうとCD-ROM とかマルチメディアの世界 でそのグラフィックス、コンピューターグラフィックスからが流行ってる時代からインターネットが流行る時代になると、シリコンバリーにプッシュして、で結構みんなこうクリーンなイメージになってくるんだよね。だからドラッグもなんかなくなるし、レイブ音楽からもうちょっとこうなんかポップス系になって、そしてそのダウンタウンのサンフランシスコからこうスタンフォードのイメージになって、こうなんかピシッとなるんだよね。僕の中でそのデジタルの世界の話の最初っていうのもあるけれども、なんとなく自分の青春のこう一つのこうステップだったのもあるよね。で多分ね、たくさんの人それ通ってるんだと思う。だから都市的にはちょうどこう高校時代パソコンとインターネットが出て、でわーっと思ってゲームも流行った若い人たちがちょうどこうアップルとかグーグルが出てくる頃に就職して、でだんだんこう大人になって、だんだんこうなんていうの、普通になっていくのがこうなんとなくその、みんなの流れなんじゃないか。だから僕の年の今シリコンバレーの人のまあ一部は同じ、なんかすごい、だから今サイバーパンクのゲームって流行ってるじゃない。であれやってる子たちはその時代生きてなかった子たちが多いのね。だから結構サイバーパンクのリバイバルっていうのもちょっと起きていて、でまあそういうのってあるよね、こうフェーズが。でだから Web3 っていうのもちょっとサイバーパンクリバイバルも結構入ってるんだよね、うん。デジタルテクノロジーがやっぱり一般社会に普及してパンクカルチャーと重なって、なんか今のなんだろう、そのポピュラーデジタル文化を作る最初のフェーズだったんじゃないかなと思います。